腎臓内科学の柳田元子と申します。腎臓病は治らないと言われ続けてきましたが、私の講座の目標は腎臓病を治る病気にすることです。腎臓内科診療では腎臓の病理診断をもとに治療方針を決定することから、従来の腎臓内科学は形態学に基づいていました。しかしながら近年の分子生物学や遺伝学の発展に伴い、腎臓病の根本的な原因が次々に明らかになり、腎臓病がもう一度再分類されつつあります。そして病気の根本的な原因が明らかになることで、治療薬の創薬開発の機運が高まってきました。さらに遺伝子改変を容易にしたクリスパー・キャスナイン技術、生きた腎臓内を観察するイントラバイタルイメージング技術、腎臓内の一つ一つの細胞の遺伝子発現解析を可能にするシングルセル解析など、数々の新技術に伴い、腎臓に関する知識は飛躍的に増え続けています。新しい技術が新しい学問を開き、新しい知識が新しい創薬開発を促し、そうしてできた新しい薬が腎臓病を治す、今まさに新しい腎臓病学が生まれようとしています。